鹿児島県のスーパーで販売されている鳥、刺し鳥刺しとは、鶏肉の刺身の胡椒である。鳥刺しとも呼ばれる。生の鶏肉や砂農などをスライスしたものを、ニンニクや生姜、ゆず胡椒などの薬味を入れた醤油や、そのまま、または塩などを入れた、ごま油など調味料につけて食する。レバーを用いたものについては、レバ刺しとも呼ぶ。鶏肉については表面を炙った、叩きにしたり、 湯洗らいにして食すこともある。九州全域では郷土料理とされており、自撮りが用いられることがある。また、これら地域では、専門店以外にも、スーパーマーケットなどの小売店で、鳥刺しが販売されていることがある。上記の九州各県以外でも、鳥刺しをメニューとして提供する居酒屋や、軽肉料理店がある。鶏肉の生食による食中毒の事件が発生しており、 その危険性が指摘されている。畜産生物科学安全研究所では、鶏肉は新鮮でも菌が付着していることがある。基本的に生殖は避けるべきだと指摘しているものの、厚生労働省は規制をしておらず、鳥差しによる食中毒事件が毎年500件発生している。これらの状況から厚労省審議会が規制検討をしている。 鳥の消化器官にはカンピロバクターなど食中毒の原因となる細菌が生息する。食肉加工作業において鶏肉に付着してしまう菌や豚や牛より鶏の臓器が小さいことから除去が難しく、新鮮な鶏肉においてもカンピロバクターが検出されることがある。他の十肉を含めた生殖例が多いことなどから、鶏肉は十分な加熱処理を施す調理が、 必要との警告が出されている。なお、鶏肉における生殖用の衛生基準は存在しないため、流通しているのは本来、すべて加熱用である。鹿児島県で鳥刺しは、鶏肉を皮付きのまま表面を炙った叩きとして食べられる。食中毒を防止するため、まな板及び包丁は専用のものを使うことや、器具を塗る湯により洗浄消毒すること等で、 鹿児島県独自の厳しい衛生基準、生食用食腸肉の衛生基準を設けており、それをクリアした施設で調理されたものが店頭で売られている。また取り刺しを扱う事業者も低温の維持、表面の加熱、まな板、包丁の頻繁な交換、細菌検査といった食中毒予防対策を実施している。ありがとうございます。